へのへのもへじと棒人間とパンツ。おはようございます。先生来たぞ。出席取るぞ。あやた。はい。沖山。はい。佐藤。はい。竹雄くん。はい。この手抜きみたいな体は僕の持つ病気のせいだ。棒人間症候群、スティックマンシンドローム。俺肉多めで。うん。棒人間になってしまう奇病だ。なってしまうと言っても、正確には自他ともにそう認知してしまう病気で。納豆のからしちょうだい。うん。実際は普通の人体なのだという。こんな僕だが、案外周りは受け入れてくれて。佐藤、どうやって走ってんだそれ。なんてことない普通の毎日を送っている。でも学校には行きたくない。なぜなら棒人間が棒を持ってるんですけど。キンマー。ワンメ先にいじられるからだ。やめなよ、さっき。だって棒人間っておかしくない？僕はワンメさんが苦手だ。ワンメさんだけ棒人間である自分を執拗にいじってくる。何見てんだよ。小1から小4の間ずっとだ。はい、ちりとり。山下さん、もう5時間目始まっちゃうよ。早くゴミ捨ててきちゃおう。うん。僕は漫画が好きだから本屋さんに来ると暗い気分が吹き飛ぶ。ジャンプでやってるちょっとエッチな漫画、今日はその新刊をこっそり買いに来た。あ、ごめんなさい。ワンメさんがトラブルを。最悪なんですけど。お前さ、佐藤、バラしたらマジ許さねえからな。バラさないけどさ。でもワンメさんがああいう漫画好きだと思わなかった。は？女が読んだらダメなのかよ。つか別に好きじゃねえし、あれは資料だ、資料、絵の練習よ。悪いか。いや悪くないけどさ。キモ、マジキモ。調子乗んなよ。お前みたいな棒人間に誰も興味ねえんだからな。あ、水玉パンツ。嫌になりますよ、書いた記事全没っすよ。まあそう言うなよ。間はあ、どっかに話題性のあるネタねえかな。マジでセクハラ気もしねえ。警察だ警察、少年院にぶち込んでやる。アイダ、どうしたんだよアイダ。死ねえ。なんじゃこりゃ。佐藤すげえ。雑誌ってマジ、いつ乗るの。なんでなんで。いやテレビの取材来たらしいよ。なんか棒人間が珍しいからって。有名人じゃん、サインしてよ。棒人間だもんな。イラ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 。あ、さきちゃんおはよう。おはよう。こんな奴の周りに集まってんの。何が言ってんのよこいつの。何って、優しいよな佐藤。肉を多めに入れてくれるし。さっきもおいでって。からしもくれる。こんな体で意外と足早いよ。困ってる人見過ごせないタイプだよね。ふん、面白がられるのなんて今のうちだし、すぐ見慣れて飽きられるんだから。一生棒人間のままなんだろうし。よかったですね、佐藤さん。治りますよ、棒人間。本当ですか、先生。と言っても、すぐにとはいきませんがね。先日、学会で治療法が発表されたんです。そう。要するに認知なんです。佐藤君は棒人間になっているのではなく、そう見えているだけ。つまりですね、佐藤君が物体の形、色、匂いなどを強く認知することにより脳が刺激され、そうすることによって脳波の超電波作用がなんやかんやで化学反応を起こし、なんやかんやで棒人間から人間へと容姿認知が変化するのです。これが化学の進歩だ。先生が何を言っていたのかよくわからなかったが、要するに脳にたくさん刺激を与えると棒人間症候群が治るそうだ。何やってんのよ。あ、
あ、これはカクカク視界時間で脳を刺激するには物を見たり書いたりするのがいいんだって。さきちゃん、一輪車行こう。し、ふん、下手な絵。ねえ、消失点とか知らないわけ？え、何それ？自分で調べろバーカ。さきちゃん早く。あ、本当だ。なんだかちょっとマシになったかも。消失点だったけど、考えてかけてる気がするし。で、何？放課後に呼び出しとかキモいんだけど。僕に絵を教えてほしい。は？消失点とか知ってるし、漫画を絵の資料をって言ってた。もしかして絵がすごくうまいんじゃない？まあうまいけど。自分の顔がわかれば少しでも前向きになれる気がするんだ。自分勝手だけど協力してくれないかなって。別にいいけど。え、いいの？その代わり。あんた前後分かりにくいし、今後はその顔で生活。変な顔、字いらねえし、キモ。水星だからいいだろ。やっぱりワンメさんはちょっと苦手だ。絵のコツ？よく見て描くことじゃね。実物を見なさいよ。手のデッサンがな、狂っちゃってるかな。ちゃんと見て描いたわけ？は？棒人間だからわかんない？ああ、ほら見ろ、しょうがねえな。特別に私んて見せてやるよ。本当にマジでクソキモだけど、しゃーなしで見て描かせてやる。感謝しろよマジで。さっさとあんたのアホ面見せろよ。超笑ってやるから。まあまあじゃない？次は動物かな。動物は難しいからな。猫はうちで飼ってっけどな。どうしようかな。動物園行ったし、次は水族館ね。今度は親抜きで。家の描き方は？消失点でパーツに乗せて、ああだこうだよ。はぁ、ねえ、あんたまだ治んないわけ？もうすぐ小6なんですけど。中学でもその見た目でいるわけ？中学生なんてもうほぼ大人なんですけど。あ、見て、あれ雪だるま。顔はあんたに似てない？キモー。ワンメさん、サボっちゃダメだよ。は？みんなで掃除してるんだから、ワンメさんもやらないと。ふん、私に指図すんだ、キモ。まあそんなに言うならやってあげてもいいけど、あんたちょっと強気になったんじゃない？え、そうかな。確かに強気なワンメさんといて、僕も前向きになってきたかも。そうそう、私のおかげね。感謝しなさいよ。よし、決めた。ん？告白する。告白。登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。